5分間300秒長いと感じる場合もあれば短いと感じる場合もあるだろう。この5分間にあなたには何ができるだろうか。パスタを茹でる、歯を磨く、計算ドリルをする。だがもしこの5分間が人の生死を分ける時間だったら、あなたが取る行動で大切な命が救われるとしたら。とある高校の放課後、校庭やグランドでは部活動が行われている。どこの学校でも見られる日常の光景である。だが日々当たり前のように過ぎていく今この瞬間にも悲劇は突然やってくるのだ。沢井純一はアメリカでの指導経験もあるテニス部の顧問である。部員の佐々木俊介は沢井の指導を何よりも楽しみにしており、いつものメニューを順調にこなしていた。だがこの後とんでもない悲劇が佐々木を襲うのである。そして沢井の取る行動こそが佐々木の生死を分けることになるのだった。おっと角だ、集中しろ集中、早く、おい角だ、これ取ってみろ、次小島行くぞ、お願いします。沢井がサーブしようとしたまさにその時、佐々木、この時彼の体内では異変が起きていた。心室細動。心室細動とは心臓が小刻みに震え血液を送ることができない心停止の状態である。その結果脳に酸素が供給されず突然意識を失う。そして心室細動に対する唯一の治療法は電気ショックだと言われている。佐々木はこれまでの健康診断では特に異常がない生徒であった。つまりこれは誰にでも起こり得る事態なのである。さらに佐々木が倒れた瞬間から運命の5分間、そのカウントダウンがすでに始まっていたのだ。もはや一刻の猶予も許されない。なぜなら5分以内に佐々木の心臓を正常な鼓動に戻さなければ彼の命は永遠に失われてしまうかもしれないからだ。だが5分以内に心臓が回復すれば生存率が高まるのである。このグラフは心臓と呼吸が止まってからの時間経過と命が助かる可能性を示している。青い実線は居合わせた人が救命処置をした場合、赤い点線は救急車が来るまで何もしなかった場合である。これを見ても分かるように迅速かつ的確な救命処置を行うことが明暗を分けるのである。沢井は毎年心肺蘇生の講習を受けていた。その成果が今問われる。まず沢井は佐々木の意識を確認した。反応の有無がその後の対応を決めるのである。意識前、小島、AED、 はい、吉田、職員室、応援と119番通報、 はい。沢井は瞬時に部員たちに命令を下した。緊急を要する場合このような的確な指示が重要である。続いて沢井は呼吸の有無を確認。佐々木は呼吸をしているように見えるがここに落とし穴がある。意識がなく心臓がポンプとしての役割を失っても数分間呼吸をしているような動作が続くこともあるのだ。正常な呼吸かわからなければ呼吸なしと判断し直ちに心肺蘇生を開始しなければならない。頑張るよ、大丈夫だぞ。懸命に胸骨圧迫を行う沢井と、その時佐々木がしゃくり上げるように大きく呼吸を始めた。深刻な事態は脱したのだろうか。だがここにも大きな落とし穴が潜んでいるのだ。佐々木は確かに呼吸をしているように見える。だがよく見るとその動きは明らかに通常の呼吸ではない。
その時、沢井の脳裏にある言葉が浮かんだ。視線器呼吸。視線器呼吸とは、喘ぎ呼吸とも呼ばれ、心停止により低酸素状態に陥った時に見られる症状である。呼吸をしているように見えるが、心臓は本来の働きをしているわけではないのである。視線器呼吸はまさに心停止のサイン。このまま放っておけば、やがて死に至る大変危険な状態である。心停止。心停止を確信した沢井は、直ちに胸骨圧迫を再開した。1分1秒を争うのである。戻ってこいよ。教え子の命を救うべく懸命に胸骨圧迫を続ける沢井。 AED が到着するまで救命処置を続けることが重要である。とその時、AED を持った小島が帰ってきた。だが安心はできない。タイムリミットまで1分を切った。カウントダウンは容赦なく進んでいく。静まってお願いします。手際よく AED を装着する沢井。日頃の訓練の成果が生かされる瞬間である。ショックが必要です。体から離れてください。戻ってこい、さすがに。戻ってこい。数ヶ月後。よう、対応した。そこには部員たちの練習を見守る佐々木の姿があった。彼の明暗を分けたものは何だったのか。もう一度振り返ってみよう。すげえ、すげえ。大丈夫か佐々木。すげえ。まず顧問沢井の的確な状況判断があった。いち早く佐々木の異変に気づき、すぐに AED を手配し心肺蘇生を行ったことが功を奏したのである。呼吸しているかどうかも含め、迷った時には躊躇なく心肺蘇生を行うとともに AED を使用することが重要である。また部員たちへの指示も的確であった。吉田、 AED。 はい。吉田、職員室応援と119番通報。誰が何をすべきかを明確に指示することが素早い行動を生み出すのである。また AED を待つ間も心肺蘇生は中断せずに行わなければならない。AED の場所を日頃から確認しておくことも重要である。片道1分以内の場所が理想とされている。 AED の使用法も日頃から練習しておくことが必要である。救急隊を待つのではなく、一刻も早く AED を使用してほしい。心室態度を取り除き、心臓の動きを正常に戻すには AED の電気ショックしかないのだ。運命の5分間、その鍵はあなたが握っているのだ。